えー、こんにちは。即可塾の久保でございます。今日4月20日なんですけども、昨日のね、えー、ヘッドライン、ニュースでですね、また、FX の核投資詐欺にかかった人がいて、で、犯人がね、逮捕されてましたね。で、この犯人の一人なんですけども、他にも共謀した犯人がいたそうなんですけども、この一人が逮捕されたのを見て、みんな散り散りに逃げちゃったみたいです。ですんで、犯人全員が捕まったわけではないんですけども、まあね、 今回ちょっとね、考えてみたのは、なんでね、こんなに詐欺にかかる人が多いんだって話なんですよ。あの、一つ昔の ICO 詐欺っていうのは確かに、あの、詐欺というよりもね、プロジェクトの失敗と考えられることもあるんですよ。ICO っていうのは、これから、まあ、暗号通貨をね、リリースするんで、まず資金を集めましょうって感じで、えまずトークンっていうのをね、渡して、いわゆる先行販売してですね、そのトークン1枚いくらっていう形でお金を集めると。 そしてそのトークンが正確な ICO の後に暗号通貨になって市場にどんどんね使われるようになったら値段が上がって最初にトークンを買った投資家さん儲かりますよねって話なんですよ。でも暗号通貨のスキームってのは難しいですからトークンを配布することはできるんですけどもそれが上場に値するのかどうかっていうふうに取引所に認められたりとかね取引所に認められてもユーザーさんに認められてその ICO 後の暗号通貨が市場で売れるかどうかっていうのはまた別の話なんですよね。そうなると、真面目にやったんだけども失敗する暗号通貨っていうのはやっぱり多いわけですよ。で、そこに乗っかって、最初からインチキなものであっても、ちゃんとやりましたっていう形を取っておけば、お金を持っていけるだろうっていうふうに考えちゃうのが、まぜこぜになっていて、見分けるのが難しいっていう話になっていたんですよね。まあ、ですので、2017年、2018年は、私は ICO はもうみんな関わるなと。参加するなということで、 したわけけですけども残念ながら当時私の方が投資家さんとか ICO の関係者から叩かれてですねそれでも私の再生数当時毎日数千から数万ありましたんで一定の影響力を持って購入を控えた方もいたんではないかなと思います残念ながらね蓋を開けてみると私の警告は知っていたんだけどもでも買いましたって人が大半だったんですよねはいそれでまあ痛い思いをしながら暗号通貨 ICO に関しては、二度とブームが起きることはないと思いますが、今回、えー、逮捕された人がね、言ってたのは、暗号資産詐欺もやっていたっていうんですよ。まあ、ですんで、何人かの方お金払っちゃったんでしょうね。今回立件されたのは、5万円の詐欺っていうことだったんですけども、被害総額は1億数千万あったそうなんで、おそらくこれから、余罪を中級されるところなんじゃないかなと思いますね。さあ、人はね、なんでこういうふうな詐欺にかかってしまうんでしょうか さっきの ICO の例ですけども、私2014年から暗号通貨ブロックチェーンのことをずっとね、情報収集して分析していて、それこそビットコインですら世の中にまだ知られてないと聞かれていました。ですんで、これから ICO ブームが来るなっていうのは、2015年とか2016年に分かっていたんですよ。で、ICO ってのが IPO に似せた、ちょっとね、語呂のいい言葉でもあり、それから、 投資をやったことがない方や投資で勝ったことがない人からすると新しい概念なんで飛びつきたくなるような三文字だなと思ってたんですよねえそして ICO の中身ってのはまあ IPO とは程遠いとんでもないスカスカのねろくでもないようなプロジェクトだったってことがよく分かりました、まあ、ですんでその中にも成功するようなものは生まれるだろうけども基本的にはないなと思ってたんで必死で止めていたわけなんですよね、まあ、でも残念ながら薬場さんは情報知らないから このコインは大丈夫なんだよっていうふうに、まあ私に言いながら買った人もいましたしね、黙って買った人もいたでしょそのぐらいお金を大金を得ることを焦っていたんですよ。いやでもね、情報を収集分析して咀嚼して、そして自分の大切な資金を投じるというプロセスの中においてね、対して知りもしない聞きかじった情報で買う買わないの判断をできるっていうのはあまりにも請求すぎるなと思ったんですよ。まあ例えばね、 車車で行くと、と軽自動車とフェラーリがあります誰もがかっこいいフェラーリ高いフェラーリに目を奪われちゃうんであげましょうかって言われたら多くの方がもしかしたらフェラーリをもらっちゃうかもしれないんですけどもフェラーリってね何ヶ月か運転しないとバッテリーが上がるんですよでバッテリーの交換しなくちゃいけなくなるんですよねそのたんびに数十万から数百万かか,かっちゃいますそれからちょっとね、えー、ガレージに入れときました汚れました洗車しましょうってなった時 軽自動車だったらコインパークに行ってね、えー、なんか300円とか500円で、えー、洗車できると思います。なんだったら自分でも手荒れ洗車できるでしょ。フェラーリは違うんですよ。特殊な塗料を使ってるんで、洗車にも20万円ぐらいかかってね、専門のエンジニアがいるんですよ。まあ、そう考えたらね、やっぱり知らないってことは、実は得することよりも損することの方が多いんじゃないかなっていうふうに例えることができるんですよね。その他にも進学。とっても優秀な。 私立中学があります自分の子供をそこに生かしたい。一生懸命そこにね、お金を払って勉強してもらって、私立中学に生かせました。そうするとどうでしょうか。やっと入ったもんだから落ちこぼれました。その中学ついていけませんでした。そして、うつ病になり、不登校になりました。そういうこともあり得るんですよ。でも、柔らかい校風の近所の公立中学に入ったらね、もともとの小学校からの知り合いもいるし、そこそこみんな、 勉強が得意なな人ばかりじゃないし自分の得意分野を尊重してくれるそういったコミュニティもあるしってことでのびのびと中学生生活を優秀じゃないにしても平凡かもしれないけども楽しく送ることができるかもしれないですよねだからそういうふうにねあらゆる状況をこう想定して一つの物事に取り組んでいくっていうふうな視点を持たなければやっぱり騙されてしまうんだろうなと思うんですよ。でむしろろ騙す方っていいいうううのはそういういろんな状況を 想定できない人に対して答えはこれですっていうふうに一本道を引くんですよね。まあ、ですんでねそういった方にご用心ってことなんですよ。そして人を見る目がある自分は分かっていると思っている人ほど分かっていませんし人を見る目はありません人を見る目があるっていうことはねほとんど誰一人信用に値しないっていうところまで人に対してきちんと見る目を持つってことなんですよね。 で信用しないってことがあたかもね人を傷つける悪いようなことに思いますけども信用できないからさらにいろんな関わりを持ってその人に興味を持っていくっていうふうにプラスに捉えられるわけですよでも信用しちゃうともうね話聞かなくても大丈夫あなたの言うことだからって感じでプロセスを無視しちゃうんですよねでそうなるとね確かにその人は信用できる人かもしれないけどもその人がガセをつかんだ時に一緒にガセをつかんでね いやあんた信用してたのになんだよっていう風になってきて今度信用が諸刃の剣になるわけですよ。ね。でも自分の大切な人からもたらされた情報でもいやなんか怪しいとは思うんだけども一緒に取り組んでみようかこれでパーになっても笑い話にしようねって形で入り口に立てればその件で騙されてもいやお互いやられちゃったねでも終わりなんですよ。だから信用ほどね扱いに行くいものはなくって 信用ほど同時に安っぽく使われているものないなと思います、まあ、ですんで信用に値する人ってのは生涯で一人も出てこないかもしれないと思いながらね生きていった方がいいんじゃないかなと思います今日の話の結論はそんなところでございますえそれでは特殊詐欺そして FX 詐欺にご用心ですいってらっしゃい